신난데? 그래 봐. 그럴까? 그럴까? 난데? 그럴까? 어. 크소. 어.
に入ったら怒られるんじゃねえのか宿泊客ですって面してりゃバレねえよこんなメンツの客いるか家族旅行ならいるでしょ私は妹ってことでさ俺がさっちゃんの兄貴だなじゃあ俺は春日よりさらに上の兄貴かいや足立さんはどう見てもお父さんでしょまあそうなるかパパ頑張ってパパお小遣い調子乗んなクソガキパパ怖え調子は最高ですねの番ですね。それでは。くらえ
が張るぜ。村長、ん？うちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました。俺がここに運び込まれた時の話です。あの日あんたが一番を見殺しにしなかった理由、そして病院に運ぶでもなかった理由、もしよかったら話しちゃもらえませんか？分かった、話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時？ああ、このホームレス街には昔から秘密の取り決めがある。ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟だ。掟？そりゃどういう？不定期に運び込まれてくる死体の処理だよ。え？死体の？それを運び込んでくるのは荒川組ってカムロ町のヤクザだ。見返りに俺たちはいくらか握らせてもらう。荒川組ってマジっすか？でも昔からってことは登場会の時の？詳しくは知らん。ただそういう仕組みができてた、俺がここに住み着くずっと前からな。処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら刺されたの殴られたの、どんなんだろうがゴミの山の下に穴掘って埋めちまう。何体埋まってるかは知らん。バブルの頃は月に一度はあったらしい。俺が村長になった後も3人運び込まれてきた。殺しの荒川組か。ただし運ばれてきたのに息があった場合はさらに裏の取り決めがある。いや、今までの話も十分裏でしょ。運び込まれた人間に息があった場合は死んだことにして救って逃がす。え、なんでそんなこと？自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。借金で夜逃げしたいやつ、組織に狙われて逃げているやつ、そういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だ。だから滅多にないケースなんだがな。じゃあ俺の場合もその取り決めがあったからあんたは俺を助けてくれた。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんな奴でした？荒川組のもんだろうが俺もそんなのまで確かめやしない。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。すまねえな、イチ。死んでくれ。頼んだぞ、イチ。え？なんだ今の？ん？おやさん、俺を撃った後何か言ってたみたいなんだよ。多分頼んだぞ一って。なんだそれ。いや、確かに言ってたんだ。夢じゃねえと思うんだがよ。よう一番。
希望を持つなとは言わねえ。だがな、お前がここに来た時、マジで生きるか死ぬかの瀬戸際だった。ちょっとした行き違いがありゃ死んでたはずだ。お前が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ、俺にはちょっと。それでも親父さんは俺を撃たなきゃならなかった。会合に来てた他の極道たちの目があったから。ん？いや、なんでもねえよ。忘れてくれ。出されてんな。庭付き 4LDK とか売ってるぜ。いつか住んでみてえもんだ。そうか、俺は広すぎるのもな。うん、無所暮らしが長くて広いと落ち着かねえってか。うるせえよ。だがよく考えてみろ、布団、歯ブラシ、カップ麺全部にすぐ手が届く今のお前の家と、全てバラバラの部屋に分散された不自由な庭付きの 4LDK、どっちがいいと思うよ。 4LDK じゃねえ。やっぱそうか。こっちの話だね。ん？いらっしゃいませ。ありがとうございました。ここにいたかい。
やめんなよ。